はい、こんにちは。延べ本店の延べです。今日はですね、なんと、湯シャン歴14年のこの私、延べがですね、今からシャンプーを使って数十日ぶりに髪を洗おうと思います。ぜひそのやり方、早速ですが、見ていただこうと思います。あ、詳しいお話はね、後で解説しますので、お楽しみに。まずはシャンプーします。そしてシャンプーは半プッシュぐらいです。半プッシュぐらいね。そして足りないと思ったらもう半プッシュぐらい。ということで以上シャンプーおしまい。はい、ということで皆さん改めましてこんにちは、延べ本店の延べでございます。たった今久しぶりに数十日ぶりにですね、髪の毛をシャンプーで洗いました。普段は湯シャンをしております。今日何がお伝えしたいのかというとですね、シャンプーの方法かなり独特だったと思います。世の中でこれが正しいシャンプー法ですよというやり方が出回っているのも確かですし、きっとあなたはこのやり方が正しいと思って、シャンプーをしている。それとはかなりかけ離れた方法だったよね。何をしたか最初から解説しましょう。シャンプーの前の段階はですね、しっかりとワックスがついておりました。でそこでお湯でしっかりと髪の毛だけ洗ってるような感じ、分かってもらえたでしょうかね。これはですね、多くの人は頭皮をゴシゴシすすぐ時点でゴシゴシすると思います。それを全くしていませんでした。そしてシャンプーの量ね、1回目半プッシュね、ブシュッと全部1回押し切るんじゃなくて半分ぐらいしか押さない。それをまるでワックスでもつけるかのように毛先にだけつけておりました。そしてちょっと足らないなと思ったので、もう半プッシュまた全体に毛先だけつけました。ぐじゅぐじゅやった後泡が立っていませんでした、ね、でもすすいちゃいました。そしてタオルで拭いてこの状態というわけです。ちなみになんですが、前々回の動画だったかな、のぶさんが湯シャンで、何も問題が起こっていないのでいつも湯シャンですよというお話したんですが、その時湯シャンが終わった後ね、タオルドライして櫛で溶かす時、なんだか髪が結構引っかかってるような感じを受けた方いらっしゃると思います。まだ見てないよという方はですね、こちらの動画 URL をコメント欄の方に貼っておきますので後で見ておいてください。この段階で、お湯だけで洗った時は結構ね、髪の毛がこう引っかかってるような、髪の毛同士がくっつき合ってるような、そんな印象を受けた人多いんじゃないでしょうか。今日はシャンプー剤をつけたのでかなりスルッとこう引っかからず、これまだ髪の毛濡れてるんだけど溶かしやすい状態になってると思います。これがシャンプーをした時とワックスをつけたんだけどシャンプーをしないお湯だけで洗った時の大きな違いだと思っておいてください。とはいえのぶさん的にはワックスをつけてシャンプーを使わずにお湯だけ洗っても別に少々引っかかってても乾かしたら結果同じなので、そしてその後どうせワックスつけるから別に問題が起こってないという判断をするわけ。でもどうしても髪の毛に何かが残ってるのが気持ちが悪い、リセットしたいという方はですね、湯シャンは続けたいんだけどシャンプーどうしてもしたくなっちゃうんだよなという方に今日のやり方めちゃくちゃいいんじゃないかなと思うのね。そもそもこの私のぶはですね、シャンプーをやめて湯シャンをね、始めて14年、経ちました。体もお顔もお口の中も一切洗剤を使わずに暮らしております。それで何も問題が起こっておりません。じゃあ何のために湯シャンというね、頭をシャンプーを使わずに洗っているのかというとですね、頭皮をシャンプーで洗いたくない、これが一番なのね。お顔も体もね、手も全て肌でございます。もちろん頭皮も肌でございます。
なので自分の肌にね、洗剤をなるべく使いたくないなと。どうしても洗剤を使わなければ落ちないであろう汚れがついて、そのことによって何か問題が起こると思えば洗剤を最小限で使うんですが、そうじゃない場合は使いたくない。頭皮というのはですね、他の露出している皮膚に比べると洋服着てるようなもんなんで、こういったところみたいにね、何か外側からつくってことがほとんどないよね。むしろこういうところと同じだよね。洋服着てて中の皮膚、髪の毛というのは洋服と同じなので頭皮を守ってくれてるわけだよね。なので頭皮をゴシゴシ洗う必要がないなと思ってるんです。でも髪の毛にどうしてもシャンプーを使って落とした汚れがある場合は、あんな風に髪の毛だけ洗うということができるんですよということを知っていただきたかったのね。もちろん厳密に言えばすすぐ時だったりね、シャンプー剤は肌につかなくはないでしょう。でも豊かな泡を立てて頭皮をマッサージするようにシャンプーしましょうというやり方をしている人に比べれば、断然シャンプーの頭皮に対する影響というのは少なくて済むんじゃないかなと思ってのぶさんは実践しております。このシャンプー方法も湯シャンを始めてすぐの頃から実践しているので、もう14年になります。今は1ヶ月に1回するかしないかぐらいのねシャンプー方法なんですが、もし湯シャンにチャレンジしたいんだけどなかなかという方はですね、たまにこういったシャンプー法を取れることで、だいぶ心のストレスというのは、ね、減らせられるんじゃないかなと思うので、ぜひやってみてください。参考になれば幸いです。現場からは以上です。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。重大な告知がございます。それは何かというと、前々からねお知らせしてるんですが、4月11日ライブハウスからのライブ配信について、ちょっとね変更がございます。当日会場に来てくれるあなたも、会場には来れないんだけどリアルタイムでライブ配信を見たいというあなたも、めちゃくちゃ大事なお話でございます。こういったね大事なお話、のぶさんねすぐ間違えちゃったり忘れちゃったりするので、このチャンネルの編集&音楽担当の赤ずに間違いなくお伝えさせますので、 VTR スタート。こんにちは、編集音楽担当の赤ずです。それでは4月11日に行われるライブの変更点2箇所ほどありますので、まずは皆さん覚えてください。それでは参ります。まず当日来ていただける方、当初は15時に会場入りできるということだったのですが、変更となりまして15時30分午後3時30分の会場入場となります。それによりましてライブ自体のスタートは15時50分、3時50分からのスタートとなります。そしてもう一点、配信の方ですね、ライブ配信の方に関しましては16時スタート、午後4時スタートだったものが17時、午後5時スタートとなりますので1時間変更となっております。この2点を踏まえて当日会場に来られる方、そして配信を見ていただける方、アーカイブに関しましては終わったらそのまま残ってますのでぜひご覧ください。ということで当日お会いできる方も、配信を生で見ていただける方もお楽しみください。ということで当日よろしくお願いいたします。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね時間の変更がありました。ぜひね忘れないで、覚えておいてください。当日ね、来てくれる方は Facebook のイベントページの方にも告知してありますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。我々バンドのメンバーもですね非常に気合が入っております。どうぞお楽しみに。そしてこの信屋本店のぶというチャンネルにはサブチャンネルがございます。その名も信屋音楽館です。こちらは過去のライブ配信の演奏シーンだけ切り取って、のぶさんがほんのちょっとおしゃべりを添えて短い動画、毎週日曜日の夜9時に投稿しております。つまり明日の夜9時こちらのぶや音楽館をお届けしますので、 URL はコメント欄にありますってな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。では次は明日ののぶや音楽館で会いましょう。バイバイ、じゃんけんぽいグーでした。では恒例の、私女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった、 OK ありがとう。ワン、ツー、スリー。